コンタリオで配信ありがとうございます。こちらこそ。俺はもともと夜型で朝に起きるのが周りの人よりもできない人間なのですが、数ヶ月前からアラームを最大の音量にしても起きられず、最近はスマホをどれだけ遠いところに置いていても無意識のうちに止めているみたいでかなり困っています。寒くなってからさらに悪化してやっと起きて準備し始めても、いつの間にか寝ていて知らぬ間に着替えを済ませ外に出ていることもあります。朝方になるのはもう無理だと諦めているのですが、せめてアラームで起きられるようになりたいです。どうすればいいと思いますか。めっちゃわかるめっちゃ気持ちわかる。でもね、なんか私はね、なんだろうな、アラーム3つぐらいかけてんだけど、それでなんとか起きてやってるけど、着替えを済ませていつの間にか外に出てることはないかな、さすがに。でもね、これね、私ね、1個ね、マジで起きれない方に試してみてほしいんですけど、なんだっけ、アラームが鳴った時にさ、飛ぶさ、あれあるじゃん、なんか飛んだりするやつ、飛んでなんかさ、うろちょろするやつ、飛行機の目覚まし時計みたいなやつ知ってる？飛び回ったりとか、あとなんか転げ回って遠くに行くやつ、捕まえて止めないとなんかアラーム止まんないやつ、あれ使ってみたらどうなんだろうって思う。あれどうなんだろうね。あとは世界一うるさい目覚まし時計聞いたことある？世界一うるさいね、目覚まし時計っていうのがあるんだけどね、それがね、マジでね、めちゃめちゃうるさくて、絶対に起きれるらしい。うわーってなる、多分。怒られそう。ごめん。マジでごめんね。本当に。今の私の声を、アラームにしてくれたら、みんな起きれるかもしんない。でも私の今のボイスよりももっともっと大きい音で目覚ましが鳴るやつがあるのよ。それをね、みんなちょっと使ってみてほしいもう一回長めでやってじゃあこれ目覚ましに使ってね、みんな。これ使ってね、みんな。多分これならね、絶対に間違いなく朝起きれるから、これ使ってくださいね。有料、本当は有料なんだけどね、今日だけ特別にあげるわ、仕方ないからどうやってるんだ巻き舌するとできる、できるよ。音圧足りない、まだ。ちょ待って、しゃあねえな。フレンの目覚ましボイスあげる、いくよ。あいくよ。起きて、朝だよ。